半減時特性は電流値と動作時間が反比例することです。半減時低減時特性は電流の少ない範囲では半減時特性、電流値と動作時間が反比例で、電流が多くなれば低減時特性、動作時間が電流に関係なく一定となることです。低減時特性は動作時間が電流に関係なく一定となることです。瞬時特性は瞬時に電流を遮断できる特性です。答えは1番です。